何してんの。はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。さあ、こちらはね、ベビちゃん、ベビーじゃないな、もう2ヶ月半ぐらいもね、生後もう大きくなりましたね。顔つきもはっきりしてきました。さあ、今日は前回紹介したチモシーね、本当にたまにしか行かない、普段は行かないペットショップのプライベートブランドの牧草ですね、これを食べてみてもらいたいと思います。はい、こっち、これね、こっち香りがいい。チモシーでここまで香りが強いのね、久々に見ましたね。あ、そうだ、パッケージとかはね、あの前回の動画良ければ見てください。いや、いいわ、これは美味しい。あー、いい匂いだ。で、粉も少なめでね、あのアレルギー持ちの方とか、ウサギがちょっとくしゃみするなとか、最近やったい、噛むんじゃない、こっちだ。ちょっと業務用に変えて、ウサギがくしゃみするとか鼻の周りが汚れるとかいうことになったらね、こういう、まあ、ちょっと割高にはなるけど袋物の方がいいし、これはね、香りもいいし新鮮味があるし、茎もしっかりしてる。高いだけのことはありますね。 OK。この子もなでなで大好き、丸吉くんみたいですね。はい、ということで次は丸吉くんに移ってみようかな。はい、うわ、ペットシーツめちゃくちゃになってるね。まあ丸吉くんはね、ペットシーツめちゃくちゃにしてもかじらないからいいんですけどね。いいね、これごっついでしょ。あら、どうしたの、食べないの。食べて、ちょっと引っ張って散らかすのはやめよう。あ、食べてくれた。いいね、なかなか。あ、ちょっとあれだな、掃除を早速しないといけない。カールしてるけどどうなるだろうかな、この先が気になりますね。カールしてるけど、きれいに食べれるかな。クルリンパッド、なんかぐるぐる回ってるな。あ、そうか、そう、ウサギの咀嚼ってね、ぐるぐるこうすりつぶすような感じだから、こういう動きをするんですね。あ、まだ全部食べてないか。 OK、 じゃあ次はね、娘のココアちゃんに移ってみよう。はい、ココアちゃんの迫力、お食事シーンだよ。はい、うわ、いい音だ。噛む力も多分ね、この牧草から伝わってくるこの振動といい、結構強いんだろうな。まあ、過去噛まれて一番痛かったのこの子ですからね。よし、はい、小雪ちゃんとマロンちゃんだ。ちょっとごめんなさいね、お部屋でね撮影しようとしたんですけど、あのね、床材の交換でね、ひっくり返しちゃって、ちょっとお部屋でそ、あの撮影できなくてごめんなさいね。あれ、いまいちだな、いまいちか、なんか別のものに興味持っちゃってる。お母さんです。お母さん、ももちゃん。最近この、何してんの、捨てないでよ。
え、捨てないで食べよう。はい、食べよう。ダメだ。食べて。マジか。最後はね、我が家で一番小柄なウサちゃん。まだ仮でね、お名前つけて、ちびきちくんって呼んでます。お父さんの丸吉くんにね、少しだけ似てるから。ただ男の子がまだ見てない。あらら。どうした？モロちゃん、興味あるのか？ちょっといい、なんか飼い主的にはね、これめっちゃいいチムシーじゃんと思ったけど、今気分じゃないのかな。ね、食べてるね。食べるには食べるけど、よいしょ。なんか好奇心が勝ってますね。匂いをクンククンカして、ちょっと試しにね、モルちゃんのチャンネルで登場したアルファルファ混ぜたらどうだろう。さあ、結構香りがガラッと変わったよ。食べるかな。チモシ嫌いな子はね、ちょっとだけアルファルファ混ぜて香りをねつけてあげたら食べるようになる。これはアルファルファの茎だな。で、匂いがちょっとだけ混ざって、で、食欲をそそられる。まだ成長期だから、アルファルファはね、めちゃくちゃこうね食べて悪いかって言ったらそうでもないからね、アルファルファもこうやってね混ぜてあげるといいと思います。成長期はね。あとは大人になったらね、栄養をちょっとつけないといけないなっていう時はアルファルファあげるといいと思います。普段はマチモシがベストですよね、ご存知の通り。ヘアンポをしたいのか、食べるというよりかは走り回りたい感じなのかな。さっきから食べてるの多分アルファルファばっかりですね。はい、じゃあということでね、あんまり食べてくれなかった、まあ、今までがね、なんだろう、今までの動画がね異常だったんですよね。こんだけ動画撮るときにね、都合よく食べてくれるのが。あ、どっか行っちゃった。もう飼い始めた頃はね、全然撮影するときに限ってね、食べてくれないし。ね、だから動画もね、まともな動画上げれなかったんですけどね、18年頃。あの頃はね、みんな子供だったんだな。うわぁ。はい。ということでじゃあね、また今後もこの子の成長を追ったりね、名前決めたり、雌雄判別をしたり、いろんな動画出してきますので、気になる方はね、ぜひチャンネル登録して、また楽しみにしていてください。それでは、また次の動画でね、お会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。他にも、たくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですね、いくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね、画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。